弟たちは夜山ちゃん行って、山ちゃんはあの愛知にいっぱいあるから、そうそう、どこ行ってもすぐ入れるから、熱々のおでんポテバ食べて、鶴太郎、えべだべだに、そうそう、うん、あ、どこで良いかな、もう、うん、ピントが合ってるか合ってないか分かんないから、カメラのピントを信用するしかない、うん、うまっ、うん、いいっすか、撮っちゃって、だから俺はもう変わらずに、この1個分撮った方がいいってことかな、うん、よくわかんない、いや、ドバッと撮っちゃった、あんまりウニ食ったことねえんだよね、あ、だからでもこれだけもうまい、うまいよ、うん、うん、あ、おいしい、甘っ、ちょっともう一個食べていいですか、ちょっとタイムラグがあって、あ、はい、飲み物ある時に食べるよ、塩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 ちょっと入れて、え、マジで、レモンちょっと入れて、美味しい、これ気に入ると、あ、広さは分かってないですか、うん、あ、うまっ、一年に1、2回しか多分ウニ食わないかもしれない、うまっ、マグロもいっちゃう、マグロも、いただきます、しかもちょうどこのレモンで、うん、金粉がね、全然わからないけど、ここから感じで、うん、金粉も味しないからね、金粉ね、2倍だよね、うん、体にいいんだよね、金ってね、あの、腰が、あのね、良くも悪くもない、あ、良くも悪くもないの、そう、あの、だから金粉、の本マグロになっております、うん、こちら岩手県産のマダコになっております、こちら静岡県産のバチマグロになっております、こちら北海道産のホタテとボタイになっております、こちらも北海道産のマルイチのウニになっておりまして、はい、ウニの方ただいまからお出しする塩のりと一緒にレモンとお塩かけて包んでお食べください、はい、いただきます、全部メインと今年は仕事の主張でさ、初めてさ、うん、愛媛行って、うん、松山の上のお茶つ、ね、今治、うん、あの蒲田に夜泊まって、うん、朝一羽田で飛行機に乗って、うん、で松山空港行って、うん、今治にシャトルバスで行って、うん、でコンサート仕事して、うん、で打ち上げちょっと向こうの居酒屋で美味しいの食べて、うん、もう次の日の朝6時ぐらいの特急で帰って、うん、これ電車で崩したもんね、うん、あ、崩したもんね、帰りはね、6時半ぐらいの今治からこう、あの、うん、特急乗って、四国出て岡山まで行って、陸路で行ってこうやって、そう2時間ぐらいで岡山行って、うん、岡山から新幹線で、ね、新神戸まで行って、うん、新神戸で、うん、茨城空港、あ、うま、降りて、そうそうそう、あの、うん、地下鉄みたいなので茨城空港行って、うん、お昼ぐらいの茨城空港の神戸茨城空港で、いや乗ってみたくて撮ったのよ、うんうん、あ、乗ったことなかった、ね、そうそうそう、めちゃめちゃ便利、そう、うん、神戸便ってなかなか乗らないじゃん、北海道とか福岡とか行くことがあって、うん、神戸、いや、そうか、神戸から帰れんだっつって、でしかも、うん、羽田帰っちゃうと羽田から今度また水戸まで戻ってくるのが結構大変じゃん、うん、まだあった、まだ危ない、茨城空港一発で帰れるのがいいやつですね、いただきます、これ骨、あ、骨じゃねえ、これ尻尾から、去年行った名古屋の駅前、あ、豊田市の駅前の居酒屋さん行ったのか、時間だったから、そこだったら、うまっ、あの強炭酸水、うん、無料なら強炭酸サワーなんだけど、うん、で、あの強炭酸水でも飲めますよって、うん、あ、で車で行ってたから、うん、あ、そっちがいいって言ってたら、うん、確かに普通のお店の強炭酸よりちょっと強い、うんうん、これがうまいっつって、これが一番うまいっつって、うん、ちょっと熱そうだな、これ、うん、結構見ない、うん、いや、でも、うん、旅行行くのはそれぐらい、うん、あとはあの仕事とか出張で行くことが、うん、あ、これだった、あの1年でもうあの開催日程が決まった時点でもうレンタカーと宿は取っちゃう、チケット取れても取れなくて、でもうこの時期は仕事あって、うん、みんな取るんだ、うん、うまっ、
みんな倍を意識して過剰なリアクション違う飲みやすいサラサラ飲みやすいサラサラ甘いサラサラ甘い甘い甘い一品とは違う言っちゃった言っちゃったでもね、エアコンで安いのはあの県庁の先行った昔ヒーローがあったとこ、うん、あそこが今リサイクルショップになってるんですよ。ヒーローってやめちゃったもん。やってない。美味しいリアクション。食レポとかできないんだ。